テンペラ画に使用するアイシングラス。アイシングラスとは、魚の表を原料として抽出されたゼラチンのことで、ある。漁港の一種であるが、そのうちで高級なものとして区別される。アイシングラスは、個体状の製品で流通し、半透明の薄いシートのことが、一般的である。魚の表を原料として、機械的な方法で抽出される。古くは、ウザメ、中でも、 王朝ザメの表を原料として製造された。その後、1795年に、イギリスのウィリアム・マードックが、タラの表を原料として、漁港を製造する方法を開発し、安価な代替品として、量産に成功した。日本では、ニベと呼ばれる種類の魚の表から取ったニカワが、接着剤として徴用され、その名もニベと呼ばれた。主な産地は、ソビエト連邦であった。 ワインやビールなどの種類を製造する際に清澄剤として使用される。そのため厳格な菜食主義を取る人にはアイシングラスを使用する種類の種類は忌避すべき食品ということになる。他、食用用途としてはコンソメゼリーなどの料理にも用いられる。薬品製造にも使用されている。接着剤としても広く用いられ、 より強力な合成接着剤が開発された現在も、絵画の修復などに用いられている。ABC 岡田実科学大辞典1科学大辞典編集委員会協立1981年10月祝冊版第26版4ページ。 http://www.worldvgfest.orgslashindexed.php コロンススララッッシシュュ e オプションイコールコムコンテントビューイコールアーティクル &id イコール1 7 3 i t o m a d イコール248ありがとうございます